こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもごひいきに。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。キキッキキッキキッキッ。ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。食うか。道山様が言ってた刀鍛冶の村ってのはこの先だ。前はにぎわってたそうだが、このありさまじゃ何が出てくるやら。気を引き締めていくぞ。私はどうなってもいい。この子だけは見逃しておくれ。早く皆に知らせねえと。
鍛冶屋の娘、どこに行きやがった？探し出せ！ここへ？私はトヨ、立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。だけど師匠とはぐれちゃって。ごめんなさい、あなたには関係ないよね。とにかく助けてくれてありがとう。落ち着いたら私のお店に寄ってほしいな。
あのバカでけえカジマ、一体何が。
Thank you.
神聖なタタラ場に汚れる恐ろしやたたりがあるぞ。Thank you.
はいかぬ。はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。というわけでこいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺が？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだやましね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい、それだけ。ちょっと待て、仲間になるのが嫌ならここは藤吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？え？とんだ勘違いね。今度会ったら
あいつは殺すから。おい、ちょっと、
らっしゃい。私も村正の名に恥じない刀鍛冶になるんだ。
うん。Mm-hmm.